スマートホテルの、このホテルについての、お考えをちょっとぜひ聞かせていただきたいんですが。このコンセプトはどうかというと、世界一生産性の高いホテルを作ろうじゃないかと。まず建設費が非常に安い。安い。その次にエネルギー、省エネタイプに作ってますから、普通かかるエネルギーの半分ぐらいでエネルギーをそのホテルは賄う。だけど、その非常にその最新の技術で、ホテル自体はですね、非常に泊まり心地がいい。というのは、部屋はこういうクーラーが風で出てくると非常に体に悪いので、今我々がスマートハウスで研究開発した輻射熱の冷暖房を使いますから、非常に快適だと風か。が吹かない。で、ベッドとか枕は本当自由に、柔らかい枕、硬い枕選べるとかですね。泊まり心地は最高にいいと。ただしコストはあまりかからない。で、どういうふうにコストかけないかというと、こういろんな自動化を進めて、例えば受付はロボットが、今日下でロボットそう、の、テストしてるんですね。実験しました。で、受付はロボットでやられてるとか、これからずっと実験やるんですけど、人件費の削減ですか。で、人件費の削減、やっぱり一番ホテルでかかるのはですね、光熱費と、それと人件費なんですよ。あえて言えば建物の原価償却、これは3つがですね、ホテルの最もお金のかかると。これをいかに半分にするかによって、お客様に、泊まり心地のいいホテルをリーズナブルな値段でご提供できるという実験を今始めてるんですね。で、今ホテルヨーロッパもアムステルダムも非常にいいんですけど、そこは結構高いですし、人件費もかかってますから、そうじゃなしにもっとそのいろんな層に対してもう少し新しいホテルをここで作ろうということで、それを今度全国に、全世界にまだ作っていって、輸出していく形ですか。まずここは実験。まずはもう一回、日本に、1つか2つ、海外に1つ作って、これでいけるとなった場合は、全世界に500とか1000をホテルチェーンを。作っていくと、これから観光の大衆化時代がやってきますから、これからホテルがやっぱり東京でもそうですけど、アジアでも足らなくなりますから、それもよくて安いホテルが、それのお手伝いをしようかということで、僕は17年前にスカイマークエアラインというのを作ったんですけど、ローコストエアラインの時代がやってくるって、今その全盛がやってきたんですね。その次に足らなくなるのは、ホテル。やっぱり安くていいホテルですね。で、これはローコストホテルの時代が多分10年後にやってくるだろうという、その先駆けの、一応ホテルになる可能性のある、そういう実験一応実験ですね。我々その一般の感覚でいうと、その例えば太陽光発電を全部備え付けたようなスマート住宅とかっていうと、そのランニングコストは安くなるけれども、イニシャルコストはどうしても跳ね上がりがちだという印象というかですね、ありますが、そのあたりどういうふうに下げていくんでしょうか。だからエネルギーを最初から半分しか使わないということは、うまくやれば自然エネルギーだけで賄えるんですね。で、我々も今パネルの実験も、今うちメガソーラーを1個作って、これはね、2メガ作って、月々900万か1000万入ってきますけど、で、それを踏まえて我々としては、今ソーラーの、各中国のソーラーメーカーとか、カナダとかアメリカとか、日本のソーラーメーカーを今実験してるんです。どれが一番性、どこのメーカーが一番性能いいか、どういうふうに使えば一番性能良くなるか、ということで、そうすることによって発電効率が非常にアップしますから、そういう実験も踏まえてですね、将来はその太陽光だけじゃなしに、エネルギー問題の解消のための今いろんな、実験も始まってますね。エネルギー効率をもっと上げていこうと、というその、来年はだから、ひょっとしたら発電所の作って、その実験を始めるか分かんないですこのね。ハウステンボスの中でです中か。で、ハウステンボスというのは一つの都市みたいなもの都です市。から、国みたいな広さがありますから、これモナコの広さがありますから、で、ここだったら何の実験でもできますから、で、実験して成果が上がったやつをいずれ使っていただければいいということで、ここは広大な実験場になってきます実験場だね、と。都市の実験。スマートハウスもそうですし、今度やるスマートホテルもそうですし、エネルギー問題もそうですし、新しいベンチャー事業もベンそうチャー事業も。です。で、ここはやっとそれで我々が最初に構想しているビジネス観光都市として浮上が始まると思うんですね。その中にテーマパークがあるという形で構想を進めてますが、いよいよ第2弾に入ってくるというのは、今回のスマートホテルであったり、そういう自然エネルギーであったり、それから新しいエネルギーの開発であったりということで、いよいよここ数年が、
次の本番になってくるんじゃないですかね。テーマパークはその、まあ、言ったら最初の一歩で中核施設にある種過ぎないというかビジネス観光都市っていうのが大きな目的として、はいはい、その中で世界一、うん、楽しくて、はい、健康的で、はい、本当に世界一美しい都市が、うん、都市とテーマパークが出来上がると、はい、ということで全世界から小木さんが将来、はい、来られるような、うん、都市に変わっていくんじゃないですかね。でここはただそういう楽しみだけじゃなし、そこでビジネスがこうどんどん起こって生まれてくる、そこでビジネスが始まる世界に向けて、でここにうちのホテルのシステムを買いに来られる方が出たり、うちのエネルギー政策を全世界に使われる方が出たりして、ここ新しいビジネス都市に変わる、まず初版ですね。なるほど。だから大改造がこれまだ必要ですね。ここはまだ58点ですから58点。なるほど。